おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2223です。はい、今回紹介するのはですね、前回途中までね、組み立ての方を進めました。こちら、2020年の投資企画でやっております、週刊グランツーリズモエンツォ・フェラーリを作る。こちらのですね、11月編の2回目となります。前回はですね、こちらのエンジンっていうかね、ここのところの補強バーをつけたりとか、それのためのヒンジとかね、この辺のオイルクーラーなんかこの辺のパイプ関係、こういうのをちょっとね、やっていきましたということで、今回はね、そちらの続きとなります。それプラス、こういうようなね、そこにつけるようなパーツもちょっとね、作っていきましたよということで、今回は、今までね、作ってきました、いろいろなね、大型パーツ。例えば、扉とかね、これかなり久しぶりに出しましたね。はい、こういう扉パーツだったりとか、あとはフロントのパーツ、リアのパーツですね。あと、ここに被せるカバーパーツみたいなね。そういうものを今回ちょっとね、つけていきたいと思います。で、それをね、取り付ける前に、2つほどちょっとね、出さなきゃいけないものがありまして、それが、こちらのパーツと、こちらのパーツです。これに関しましては、一部のパーツだけ今回使うような形となりますけど、まずこちらですね。こちらが62号のバッグですね。ただ、このバッグは今回は使わずに、これの中に一緒に入ってるね、この底に入ってるこの銀色のパーツですね。ここに2つほど入ってますけど、このパーツを今回使います。そしてさらに、こちらのパーツの中からですね、ここに入っているパーツ。それプラス、真ん中のこの辺のパイプですね。こちらのパーツをね、ちょっと使っていきたいと思いますんで、必要なパーツだけね、ささっとちょっと出してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらの袋に入ってるやつですね。この袋に入ってるやつとこのパイプ状のパーツ。こちらに関しましては、56号のパーツです。そしてこちらの銀色のやつが62号からというふうになっております。まずはですね、62号のパーツの方を付けていきたいと思いますけど、取り付ける場所というのはね、まあ大した場所じゃないんですけど、これですね、くるっと回しまして、ここ、さらにここですね、ここの2箇所に取り付ける、まあ蓋ですね、そのパーツとなっております。とりあえずパッと切りましてね、いつもの通りさっと出しまして、で、これに関しましては、特にですね、ネジ止めとかありませんので、ただ単にね、空いている穴のところに対してブスリと差し込むだけとなっております。こんだけですね。なので、場所を気にしないんであれば、ここの蓋ってね、ここのやつとか、ここのやつと多分ね、基本的に形状同じなんでね、先にこことね、ここにつけてしまうっていうのもありだと思いますね。まあ、そんな感じで、ここのところにね、2パーツをしっかりとブスッとね、差し込んで抜けないようにします。で、さらにですね、こちらのセンターのここの面と、ここの面に対して、デカールですね。それをちょっと貼っておく必要性があります。で、前回ですね、ちょっと言ってないはずなんですけど、デカールに関しまして、今まで貼ってなかった部分のデカールですね。それ一応全部貼ってありますという形となっておりますよ。はい。これでですね、今の金属パーツは終了と。で、これからですね、いろいろ大掛かりな作業をしていくという形となっております。まずですね、一つ準備としまして、前回組み立てました、リアパネルですね。こちらのパーツを用意します。こちらのパーツの内側ですね。ここのヒンジの部分に対してネジを打ちます。中から外に向かってネジを打ってあげて、これを打ったら、ここの部分にね、引っ掛けるところがありますんで、そこの部分にネジを使って引っ掛けてパタンと閉じると。そういう方式でね、固定する形となっておりますんで、ここのネジですね。どれがどれだかもうわけわかんなくなってますんでね。まあ、適当にはまるサイズのやつ見つけて、ちょっとつけてしまいたいと思います。はい、2箇所取り付けました。そしたらですね、このパーツを使って、こうやって引っ掛ければ、セッティング完了と。ただ、その前にですね、先に底の部分のパーツをね、ちょっと用意していきたいと思います。というかね、底というよりも先にリアですね。こちらリアパーツ。これ以前組みました。このパーツをですね、後ろのところにセッティングしますよと。で、セッティングが完了しましたら、こちらですね、横向けて、っていうか底を出すようにしてあげまして、ここのセンターですね。ここのところに、こいつのね、線を流していって、ここと繋ぎますよと。そうすると、テールランプの部分がね、光るようになりますという感じとなっております。で、これですね、こういう部分にかなり負荷がかかりますんでね、これちょっとうまくね、配置して、テール部分というかね、ちょっとつけてしまいたいと思います。はい、リアパーツの方が付け終わりましたと。で、これができましたら、底の方を見ますと、ちょっとですね、ティッシュペーパーの箱の上に乗っけておりますけどね。こんな感じで線をね、なんとなく持ってきましたので、あとはこの線をですね、つなぎますよと。で、これですね、色はしっかりと確認してつけてあげます。はい。結構ね、ケーブルビタビタなんでね、大変かもしれないですけど、まあ、なんとなく適当にこんな感じで配置しました。はい。これでテール部分がつきましたので、次にフロントですね。フロント部分をいきたいと思います。ただですね、フロント部分をつけるときに、以前つけましたね。あちらのでかいやつをつけてしまいますと、扉ですね。ドア。あれがつけることできなくなりますんで、先にドアを設けなきゃいけないという形となっております。で、ドアというのが、以前組んだね、先ほども出しました、こちらとなりますけど、これをですね、取り付けるときに、先ほどね、用意しておいたパーツがちょっと使うという感じとなってます。一応こちらね、今 L なんで、左側ね、用意しますんで、このパーツをちょっとね、出しましょうかと。で、これ多分最終的なカバーとかね、多分その辺だと思いますね。で、これがなんか組んだ後にどうのこうのみたいなんですけど、組み方としましては、こちらの金属のピンですね。このピンをここに刺しますよと。ブスッと。で、そしてぐーっと下げてって閉じるという形となってます。で、その時にここにですね、組み立ての時にちょっとネジつけておいたんですけど、ここの部分かなり緩めにっていうかね、ピタピタぐらいにこんな感じにしておきましょうと。で、まずはフロントのね、ここの部分に対して、こいつをね、差し込んでいきましょうと。で、こういう風に入れて一番奥まで入れます。で、ぐーっと下げていくと、ここのところにね、歯車がありまして、それと一応噛むようになってますんで、ぎゅーっと下げていって、噛ませますよと。で、噛ませるのと同時に、ここの上にですね、実はくぼみがありまして、そこの部分に先ほど言ったね、ネジの部分がカチンとはまるようになってます。で、この状態にしてしまうと、これがね、うまく閉じることができませんので、ここのネジを打ちますと。そして、これをつけるときに、ここの間ですね、今ちょっとつけちゃいましたけど、ここの、今差し込んだ、ここの部分に対して、事前にね、ちょっと用意しておく、スプリングですね。それをちょっとつける必要性がありましたんで、ちょっとスプリング出したいと思います。そのスプリングがこちらとなりまして、このスプリングの力でドアのね、跳ね上げとかという感じですね。で、とりあえずこの辺に配置しつつ、最終的にですね、今のスプリングの足ですね、ビヨンと出てるやつ。これがですね、ここの金具といいますかね、このヒンジのこの辺に引っかかるのが正しいみたいなんで、まあ、イメージとしてはこんな感じにしてあげつつ、ここにね、くっつけていきまして、で、差し込みの方がね、完了しましたら、先ほどのね、手順通り下げていくと。で、上の部分がですね、結構特殊なんでね、引っ掛けて傷だけつけないように注意しながら、ぐーっと下げていくような、そんな感じでね、取り付けていくという形となっておりますんで、ここの部分含め、反対もですね、ちょっとつけてしまいたいと思います。はい、なんとか取り付けました。先ほどのスプリングの場所なんですけど、一本の足ですね。こういう風に互い違いに足がありましたけど、片方はですね、こっちのボディ側の黒い部分に引っ掛けます。反対側のやつがこっちのね、シルバーのドア側のね、ヒンジパーツのところに引っ掛けるようにしてくっつけていって、差し込んで倒していくと、スプリングがぐーっと開いて、こことここのね、2箇所のところにテンションがかかるようになります。これのテンションの力によって、ドアですね、これをガチャッと開けると、ぐーっとね、自動で上がると言いますかね。自然に上がるような感じとなっております。で、一番苦労したのが、ここのスプリングっていうよりも、こちらのシルバーのパーツをここを繋ぐところの、ここにネジがありますけど、ここをですね、止めるときに、斜めに打たなきゃいけないと。この方向から斜めに行かなきゃいけないので、ドライバー関係がね、入らないですね。長めのやつ。まあこれちょっと中途半端な長さなんで余計やりづらいので、ものすごく長いやつを用意して使ってあげた方が入れやすいかなと。で、こんな感じでね、両方ともこことここ止めましたと。そしたらですね、先ほど用意しました黒いやつですね。こちらに関しましては、これですね、この辺につけるんじゃなく、そこにつけるパーツだったみたいなんでね、これちょっと後にしたいと思います。はい。で、これがね、とりあえず段取りできましたので、作っておいたね、こちらのパーツは最後に組み付ける関係になりますんでね、これはまたちょっと避けときましょう。ではですね、次にフロントパーツいきましょう。このパーツが組み終わりましたら、前回っていうかね、前に作りましたこちらのでかいパネルですね。このパーツを上からズボッと重ねます。で、その時に線ですね。この辺の線を挟まないようにだけ注意しながら、ここの部分ね、ズボーっと差し込んでいって、まあ、こんな感じで乗せますよと。で、乗せ終わりましたら、こことここ、さらにパカッと開けたね、こことここ、2箇所に対してネジをね、打って固定します。で、さらにこちらの線に関しましては中ですね。下の部分にダラーンと入れなきゃいけませんので、これに関しましてもね、ちょっと配線とかビス止めですね、やってしまいたいと思います。はい、フロントパーツ固定できました。そしたらですね、大変なんですけど、これを起こしまして、底の部分ですね、横から伸ばしてますけど、この線を利用して、こちらのコネクターと接続します。で、接続するときに多分影にね、この辺になるんで、適当な位置ですね。この辺のところを適当に配線していけばいいと思いますんで、ちょっと繋ぎます。はい、裏側ちょっと線繋ぎました。そしたらですね、ちょっとあまりやりたくないんですけど、こいつ自体を逆さまにしますよと。で、逆さまにしたらですね、今度、ここの部分ですね。こちらの部分、メインとなりますね。そこの部分に対して、以前ね、紹介しました、こちらのパーツですね。このパーツ。これがここにはまりますと。そして、この青い線をつなぐと。これによってスピーカーがね、取り付けられることになりますと。こんな感じで付けまして、あとはこのピンですね。ここのピンが多分この辺のね、穴のところにズボッとはまりますよと。で、最終的にこちらのパーツに関しましても、多分カバーでね、隠れると思いますんでね、まあ、適当に配置すればいいんじゃないかなと思います。その時に、挟んでね、切らないようにだけ注意しながら、一応狙ってね、ズボッと入れていきましょう。はい、取り付けの方が完了しました。これで一応ね、はまりました。ただこれ自体はそんなに保持力はね、強くありませんので、まあ、一応こんな感じでね、グッとはまりましたと。で、これがはまりましたら、最初の方にね、紹介しました。こちらのフロントパーツですね。ちょっと埃かぶってますけど、こちらのパーツを、向きを確認して、ここの部分に入れますと。で、その時にですね、ここのところとかを見ていただくと、穴があるんですけど、ここに対してね、多分ネジ止めできないと思いますね。ここのすごい微妙な隙間のところにありますんで、これ自体は、ここですね、カチャッとはめ込んでって、うまくね、はまると、カチンと固定されるらしいので、それでね、なんか取り付けるみたいです。で、これですね、この形にしたらやっぱりネジ止めするみたいですね。ここのところの、薄いパネルが見えると思いますけど、ここですね。ここの部分に穴がありますんで、そことこいつを繋ぐような感じになってるみたいなんでね、ちょっと苦労すると思いますんで、ささっとちょっとやってしまいたいと思います。はい、なんとか付け終わりました。やはりここですね、2箇所のネジをここの隙間からドライバーを突っ込んでいって、これ斜めに打ってればいいんですけど、こうなんですよね。なので、非常にやりにくいですね。ここの部分はちょっと無理やりやるようだ。そんな感じで入れるしかありません。で、これがですね、準備できましたら、ちょっとね、用意しておきました黒いパーツですね。こちらのパーツですね。これがなんかこの辺にはまるみたいですよと。で、こちらがですね、ここですね。ここの部分に対して、2つね、穴がありますんで、そこ狙いましょうと。で、これ左なんでね、そこの部分も考えながらね、入れなきゃダメですよと。ただですね、今入れてるこちらのパーツに関しましては、これ、最終的に、今入れてるこちらのパーツですね。このパーツに関しましては、最終的に蓋をね、閉じると見えなくなってしまうパーツになりますけどね。まあ、こちらのパーツしっかりと入れましょう。はい、このパーツ2つですね。ここの部分に2つパーツ入れました。そしたらですね、センターの部分ですね。ここの部分に対して、こちらのパーツですね。このパーツが、まあ、ここのところにね、形状を合わせてはまりますよと。ただ、こっち側ね、特にピン打っておりませんので、ここに関しましては乗っかるだけですね。ただ、こちらの真ん中にね、突起があるのと、ここにね、ピンがあります。ここのピンのやつを利用してあげて、こちらのケーブルをね、ある意味押さえるようなイメージで、このパーツがね、ここの部分に配置されると。で、その時に線ですね、今配線してるやつとかを潰したりとかね、しないようにだけ注意しながら、ここの部分にね、ぐさっと差し込んで取り付けると。はい、こちらの方取り付け終わりました。で、これが終わりましたら、最初にお見せしたこちらのカバーパーツをここに配置しますと。そしてネジを止めていくという感じですね。で、止める位置が全部で4箇所かな。この辺とかにありますんでね。その辺を付属のネジで止めていきたいと思いますんで、ささっとねちょっとやってしまいたいと思います。はい、これでここのカバーパーツもつきました。で、あとこことここですね。くぼんでる部分に対して、LR のね、59号についてきたこちらのパーツ、こちらのパーツですね。このパーツをここにブスリと差し込んでいくと。で、とりあえず隙間がないようにつけてあげれば、これでですね、とりあえず11月分ですね。今回の分の作業は全て完了となります。なので、残りですね、後ろの部分のここのね、パネル、あと真ん中ですね、ここのところに取り付けるパネル、そしてタイヤと、そういうのをつけていくことによって全て完了という風になります。では、最後にチェックしていきたいと思いますよと。で、これをですね、ひっくり返しまして、もうティッシュペーパーの箱はもう潰れちゃいましたね。で、ちょっとひっくり返そうか。はい。ここまで来ましたよ。はい。車ですね。完璧にエンツォ・フェラーリになってきましたね。はい。では最終確認としまして、とりあえず、これでフロント部分のスピーカーですね。ここの部分も繋がりました。ここのライトですね。これも繋がってます。リアの部分のテールランプですね。それも繋がっておりますんで、最終エフェクトチェックいってみましょう。まずですね、これやるときに大変なのが、今までドアがなかったんでね、直接アクセスできましたけど、できないので開けましょう。開けるときにここですね、溝がありますんで、ここにね、指をガッと引っ掛けてあげると、こんな感じで、スプリングのテンションでゆっくり開きます。で、一応ですね、電源は入れてありますんで、あとはですね、スイッチとか押すだけですよと。まずこちらですね。ここのところ光りました。インパネは OK です。で、次にこの状態で同じボタンをね、ピッと押しますと、はい、非常にわかりづらいですけどね、こちら、ライトですね。こちら、点灯しました。はい、これでここの部分は OK です。で、次にテールですね。後ろの部分行きたいと思いますけど、テールランプに関しましては、ここですね、フットペダルというか、これを押さなきゃダメですと。ちょっと手が届かないので、サインペンで押そうかな。この状態で押しましょう。はい。わかりづらいと思いますけど、ここですね。見ていただくと、点灯しました。はい。これでテールランプの部分のケーブルも正常にね、配線されてるというかね、繋がっております。では次にね、音関係いきましょう。まず真ん中ですね。こちら、ホーンボタン。こちらの真ん中ですね。ハンドルの真ん中を押すと、クラクションになります。はい、なりました。で、こちらですね、フットペダルっていうか、ここの部分に同じような感じでね、ボタンがありますんで、これも押しますよと。はい、これで走行状態が再現できたと。で、最後にですね、かなり分かりづらいと思いますけど、真ん中ですね、ここのところにちっちゃく赤いポッチがあるのが見えると思いますけど、ここのボタンを押しますよ。ここから押した方が早いかな。はい、エンジン音 OK ですね。これで全てのエフェクト関係が全部鳴ったという形となりますので、これで配線関係は全て問題ないというのが確認できましたと。で、こちらの扉なんですけど、ここですね、上の部分の蓋つけてないので、ちょっとね、開閉が非常に微妙な感じになっておりますけどね。一応これで、組み立ての方はね、ここまでできましたと。いやー、長かったですね。ここまで来るのに、今のところこれで11ヶ月かかっておりますのでね。あとは、12月編の時にタイヤ。あとはですね、こちらの上の部分のパネルだったりとか、残りのパーツをつけていくだけとなっております。最後にこいつね、乗っけるだけ乗っけておきましょうか。はい。こんな感じです。いやー、とうとうここまで来ましたね。はい。ということで、今回はですね、前回の引き続きとなります、一部のパーツですね。そちらの方の組み付け。それからフロントパーツだったりとか、ドアの取り付け。リアとかね、そこのパネルパーツ。こういうのをね、ちょっと付けていったという形となっております。はい。いよいよですね。次で完結となりますんで、早くね、完成させて、いっぱいね、見ていきたいと思っております。はい。ということで今回ですね、2020年の投資企画でやっております、週刊グランツーリズモエンツォ・フェラーリを作る。こちらの11月編の2回目ですね。こちらをお届けしていきました。はい。ということで次回ですね。次回はトイガン系か、また何かね、やってると思いますんで、また見ていただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。